想定される最大規模の台風などによる高潮被害について。但馬地域の沿岸の浸水想定区域図が公表されました。高潮浸水想定区域図は。中心気圧が九百十ヘクトパスカルの台風が。最も潮位が高くなる経路で到来するなど。五百年から四千年に一度の条件を想定して、兵庫県が作っているもので。これまで。 大阪湾沿岸やハリマ沿岸などについて公表しています今回新たに公表されたのは田島地域のもので防潮堤などが破壊されたケースも想定しています豊岡市の木の崎町宇山の農地で2.4メートル上町の霞区沖の浦で1メートル20センチの浸水想定となっています 山市町の役場市役所については浸水がございませんが、山市町の,その沿岸域、海に近いところについては、1メーターとか1.2メーターとかいう形で、いくつか浸水が発生しております。高潮浸水想定区域図は、県のホームページでも公開されています。